しょ、ええから。はい。ああ、ね。楽しみですね。まあ、どういうふうにこの試合を迎える言葉をかけたのかっていうところ楽しみですね。まあ、ここ最近ペナルティーですけれども連勝ですが、まあ、北点は全然許しましたけれども逆転勝ち。岡山戦は後半のアディショナルタイムで決勝となってきました。まあ、長井監督が最近選手たちに、まあ、求めている熱量、まあ、この辺りの部分というのはやはり最近2試合は出せているという評価されているようです。2列目ですが、左に右、今寄せていたのが船山です。さらにその後ろ、右のウィングバック、安田、ここでボールを取りに行きました。中盤のセンターはですから、田口と小林のコンビです。まあ、両ボランチとも、あのボールを奪う能力が高いので、まあ、そこに引っ掛けたいところですね。そうですね。まあ、小林は天皇を対しため、エリクセンのため、ジャンプを長崎でやることになります。小林は高い。Yeah. Yeah.